はい、黒田正志郎さん対副島雄一さんです。多分全勝対決ですね、はい、4勝0敗同士の対決。ここからは下にも書いてありますようにレガシー、いいですね。見てる側としてもやっぱり一日にフォーマットが複数あるというのは飽きなくていいですね。パラディアモルススリーブで挑んでます黒田正志郎さん、うん、日本人初のプロツアーチャンピオン。黒田さん昨日のファイナルズにも参加してたんでちょっと話を聞いたんですけど、はい、どっちかっていうとモダンはちょっと練習できてなかった、昨日までファイナルズ用のスタンダードの練習やってて、ちょっと前までエターナルパーティーっていうレガシーの大会もあったりで、はい、ちょっとモダンだけ練習できてなかったということなんですけど、まあ、けどそのモダンを多分4勝0敗か3勝1敗以上で切り抜けてきたので、すごいですね、練習しなくて。そうですね、好成績を収める。で、まあ、レガシーは先々週ぐらいのエターナルパーティーで優勝してるので、じゃあもう黒田さんとしてはだってね、あの津村さんも前回の GP はレガシー練習しなかったって言ってましたもんね。そうですね、もうスタンダードやっぱ中途半端にやっても勝てないんで、まあ、それだったら一つに絞ろうかなと思ってスタンダードに絞ってたんですけど、なぜか。そう、日本でもつい最近 WGP が初めて開催されたんですけど、はい、中村秀平さんって海外で WGP も何度も何度も経験されてるんですけど、非常に興味深いことに2回出たことないらしいです。え？ WGP って普通はやっぱ2回出れてラッキーと思うじゃないですか、はい、ただ中村秀平さん曰くそれだとやっぱ良くないと、練習がもう間に合うはずがないと、だからもう初日最初で負けたとしたら2回目にそれでも出ないらしいです。だ片方しか最初から練習しないのが中村秀平スタイル。さあごめんなさい、試合が始まってしまいました、はい、ゲームの方では。さあ副島さんがチャリス多分 X1 ですか、赤いカードが見えたんで赤タンプリズン系ですかね。はい、ここは放送ビル死の名の宿敵をコソとして払って打ち消しました。さあもう一丁。いやー、チャリスは本当にもうレガシーを象徴するカードと言ってもいいぐらい強いですからね。まあ、まず青いデッキっていうのはもう環境代名詞みたいになってますけど、渦巻く知識とシアンっていうカードが大体の青いデッキには入ってるので、まあ、まずそれを完封できる。まあ、グリクリスコントロールのコラガンの命令みたいに壊せるデッキもメインから壊せるデッキも少しはあるんですけど、基本的にはもうメインは壊されることもないですし。さあエンジンの指導霊を追放墓地から追放しました。マナを生み、はい、ここはグレンの達人チャンドラ。これグレンの達人ですか、ちょっと僕どのチャンドラかわからなかった。グレンの達人チャンドラではないでしょうか、どうでしょう、違うのかな。いや、あってそうです多分。しかし黒田選手も対抗呪文を引いているように見えたのでしっかり弾いていけそうですね、はい、あでもチャリスはやっぱり今手札に1マナのカードがなかったとしてもやっぱ将来的に効いてくるんで、まあ、このゲームに関しては副島さんが今のところペースを握ってるかなと。そうですね、黒田選手は、エターナルパーティーを石火事デッキで優勝されてたのでそのままおそらくリストがそのままか分からないんですけど、アーキータイプはそのままじゃないかなと思います。さあここから、さあ3マナを支払って、はい、次の大魔術師。さあもう黒田選手としてはもう今基本地形自体は揃ってるので、うん、もうただ3マナにいてあんまり変わらないですね、はい、登場が早ければやっぱりフェッチランダも切れなくて色マナが揃わないということもあるんですけど、今回は登場自体が遅かったのでもう本当に3マナ2-2っていう、そこまではその高速には引っかからずに黒田さんは展開できそう。さあドローは石火事か、今手札にフォースオービルを持ってるんで、まあ、次の共有1回5マナで弾いてから。
さあ、三なる高級絶妙です。まあもうここまで来たら無視しても問題ないと思いますけどね。まあ、黒田選手としてはここからどこまで我慢するかですね。今ただ青いカード追加で引けたんで、これでフォースオブウィルをピッチで唱えるときに3なる宝球の3マナだけ払えば、うん、おっと X2 と、これはダメそうですけどね、パッと見、はい、ちょっとここまで通してしまうと、はい、ここは意志の力で打ち消します。5マナで、さあ石火事の神秘化をプレイ、ライブラリーから装備品を、ちょっと3なる宝球があるんでもう1マナーですかね。ちょっと黒田さん、このままだと2匹連打しちゃいそうですけど。あ、確かに。さあ今のところ、うん、さあちょっとどちらかが気づいてくれるといいんですけど、はい、ちょっと今カードが落ちてしまったんでデッキの枚数を数えてます。うーん、この間に3マナを忘れてしまう可能性は大丈夫か、うん、まあ、客観的に見るとこの後石火事を連打しなければ特に意味がないんですけど、黒田さんの手札的にも、うん、はい、連打した場合はちょっと問題になっちゃいます、ね、うん、ちょっと誰かが指摘してくれるといいんですが、うん、さあしかしこれで石火事さえ残ってしまえば黒田選手もうバタースカルから、はい、ああ、ここをバリスタ、もうこいつもあっという間に下の環境に、こいつもヴィンテージで主力級に強いですからね。さあバリスタで石火事を破壊します、まあ、ただ黒田選手はもう5マナ揃ってるんで普通に、はい、こいつが止まらなければ、さあオーダースガイバタースカルを展開してターンを返します。さあ血染めの月、さあ警戒で攻撃します。おー、しかもドローも強いぞ。うん、配信の名の宿敵、対象のプレイヤーへのプロテクションを得るという、はい、とんでもない、まあ、基本的に何も聞かなくなります、うん、神の怒りみたいな大雑把なカードじゃないと、はい、もう結構真の名の宿敵に装備を移して最強生命体を完成させてもいいですが、まあ、その必要はないと、はい、ということで見事黒田正志郎さんが1本取りました。すごいですね、ちょっとチャリスが通って副島さんのペースかなと思ったんですけども、はい、その間に基本知識をしっかり揃えてたので、そこしっかりかいくぐってプリズンの合間をかいくぐって見事勝利。オーダーズガイっていうカードは本当にすごいですよね。あれが石火事から3ターン目に出てくるのはそれはあかんわちょっと暴力的すぎますかね。 5ターン目でも普通に強いですからね。だって今のもいわゆるもう5ターン目以降に出てきて普通に強かったですからね。そうですね、ゲームを決めたという、そうですね、あとはちょっとその対策カードというか妨害カードが遅れてしまって効果を発揮しきれずみたいな。では今1本落としてしまった副島さんはどういった対応をしてくるでしょうか。ここでちょっと相手のデッキ基本地形が多いと見てどうですかね、月を減らすのか、対戦相手のオーダー使いとか石火事に対処できるカードを入れて月をもうほぼ全てですかね、それぐらい抜いてそうに見えますけどね、で月で妨害するんじゃなくてそれ以外のカードで妨害しながら殴っていく。そのような感じがしますね。どうですかね、そんなに全部抜き切るのか、
ちょっと全部抜くのか確定で何を入れようかなっていう動きに見えますね。モックスも含めてちょっと月とか無駄カードを減らして石火事と茶色に触れるカードを入れて、さあここでサイドの交換が完了しました。副島さん、さあ相対するは青白石火事、エターナルパーティーでも結果を残している黒田さんですね。レガシーまで行くと本当に最近始めた方からすると何このカードみたいなのたくさんあると思うんで、本当に何このカードですね、さっきあのマリガンの問題でもあったんですけど、はい、アルーレンとか分かんねえと好評ですが、好評な評判ですけどね、どういう出来なんですかアルーレンっていうのは。アルーレン僕がちょっと一回記事書いてるんで、はい、まあ、多分もう有能なスタッフ陣がすぐ出してくれるんじゃないかな、出てくると思いますがいやごめんなさい、多分今油断してて全く準備できてなそうだったんでやめときますけど、まあ、あの記事にもあるんですけど、基本的にはアルーレンっていう4マナのエンチャントを使った無限コンボデッキで、うん、ありがとうございます。これですね、お互い3マナ以下のクリーチャーはマナコストタダで、インスタントタイミングが唱えられるようになる、うん、3コス以下の、まあ、このカードといろんな場に出た時に悪さをするカードクリーチャーたちを使ってコンボを起こすデッキなんですけど、さっきの手札、ギリギリマリガンかなと思いました。シアンがブレインストームだったらキープでいいかなと思いましたけど、ルーレンが着地して何かクリーチャーの2枚コンボみたいので出し入れしたりとかしながら、洞窟のハーピーっていうカード、洞窟のハーピー合ってるかな、ケーブンハーピー、洞窟のハーピー、はい、そんな名前だった気がします、まあ、そのクリーチャーとプラスアルファが決まればもう大体勝ちです、さあ副島選手トミ1ターン目にアクションができそうには見えますが、ちょっと土地が裏切り者の都のみで赤マナが供給できない、あのゴリラ、エンジンの奨励ありがとうございます、はい、ゴリラってゴリラ、まあ、ゴリラって言ったらねもう大体わかりますからね、もうシミアンスピリットガイドは覚えてるんですけど、はい、日本語名が全く出てこない、あの辺けどちょっと僕もプリズン使い慣れてないんでマリガンが難しいなと思うんですけど、1ターン目にそういう脅威が展開できるだけだったらダメってことですね、プラスアルファ、もう1アクションあったらキープしたんじゃないかなと思うんですけど、1ターン目チャリス、2ターン目、シミアンスピリットガイド経由でもう1アクションぐらいだったらキープするのかなと思うんですけど、ちょっと遅いものの、はい、山を置いてターンエンド、ダメは動きはなし、親分2体とあとは土地ですかね、お素晴らしいトップデッキが、はい、いいですね、イニシエの墳墓、さあ2点支払って、はい、軍勢の行き親分ラブニカからギルドから抜いてきたゴブリンが活躍を見せようかというところです、うん、まあ、ただ黒田選手この速さでフェッチを切ったってことは、まあおそらくレガシー最強の除去が、うん、飛んでくるんだなかろうかと、はい、剣を好きに、さあ追放されてしまいました。さあ黒田選手もう7枚でキープしてて基本知見はバッチリなんで、まあ、それで副島選手が抜いてるかどうかは黒田選手からわからないので、これでまあ血染めの月もバッチリ、さあ妨害をかいくぐれる、まあ、基本知見を揃えています。はい、梅沢の実手、これもね嫌な感じなんですよね、その赤タンプリズンに対して10手が最強っていうわけではないので、そういう場合は基本的には手札にもうすでに、はい、先ほどゲームを決めた大田使いがあることが多いので、さあ副島さんのターン、さあライフは19対20と、さあここでおかわりの軍勢の行き相への、はい、ここはゴビントークンは岸石火事の神秘化でブロックされました。
そこをこのままターンを返します。そうですね、最近のクリーチャーは本当に強いので、クリーチャーに関して言えば昔のより質がいいというのはかなり多いですね。ね、割かし下の環境でも強味のカードもいますもんね、暗黒といい。さあここで春宵の魔導士、さあソープロフラッシュバックか。まあここはあれですね、黒田選手はもう副島選手がオーダー使いが構えているにもかかわらず攻撃してきたんで、まあ、ちょっとそれを警戒しながら、オーダー使いが壊されるんじゃないかって可能性もケアしながらこのプランを選んだのではなかろうかと。そうですね、やっぱりオーダー使いは持ってるので、はい、手札に見えました。で今フォースオイルも引き込めたんで、このターンはもうバンバン行くんじゃないかなと思います。それか5マナ目を待って1回は相手の熟呪文を避けられるようになってから、今のところそんなに焦る必要もないんで、そのプランを取ってもおかしくないですけどね。ここで歩行バリスタ X3、 さあどうですかというところで、黒田さんどういう対応を見せるか。まあやっぱりバリスタもちょっと嫌な感じがしますからね。さあテフェリーを切ってフォースオービル、まあテフェリーもね本当に最近のカードですからね。そうですね、ドミナリアのカードです。さあここで来ましたオーダー使い、先ほどゲームを決めたカードが登場です。いや副島さん実は、多分そういう相手のアーティファクトに触る手段はないんですけど、それでも、あのタイミングで攻撃したら黒田さんは警戒して出さないんじゃないかと、まあ、または出されたらもうしょうがないと諦めてるか、その辺の判断はさすがですよね。もうただ待ってると絶対出されてエンドされちゃうんで、はい、それはもう 100% 負けなんで。盤面にはオーダー使いのプレッシャーがどんどん上がってきます。さらに先ほど取ってきた実手もキャスト。さあ石梶の神秘化がやりたい放題だ、まあ、黒田さんも徹底して策悪が来た時にオーダー使いは3マナで手札に戻せるようにっていうマナは常に残してますね。さっきもやろうと思えば10手掃除までいけたんですけど、はい、それだとオーダー使いが壊れてしまうリスクがあるので、2体で攻撃。そうですね、これが通るってことはもうほとんど何もないか、まあ、インスタントタイミングのカードは少なくともないっていうのがもうバレてしまうので、サプレイヤーにダメージを与えたので実手にカウンター2つ乗ります。さあここから副島さんはやることがなかなかない。さあ9点一応パンプしてぴったりですかね。はい、ということで見事黒田正宏選手日本選手で5回戦も勝ちました。乗ってますね。乗ってますね。うん、黒田さんにけど昨日ちょうどレガシーの話してたんですけど、はい、やっぱりあの基本地形が多いデッキっていうのはこのデッキが好きな理由の一つって言ってましたね。血染めの月とかウエストランド不毛の大地とかを気にせずに普通にゲームしててそういうカードを避けられるんで、それはすごいデッキの長所の一つだとおっしゃってました。